人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。協力はさせてもらいますよ。だが俺にとってはアスナの安全が最優先です。もし危険な状況になったらパーティー全体よりも彼女を守ります。おかしいな、愛しい妹に胸をえぐられる日にこう言われた気がする。って高度なチェスプログラムとかだったら俺一人じゃ手に負えないって。いや緊張したわ。ガキの頃から表彰状とか無縁だったし。俺どうだった、変じゃなかったか。あの時はビビったぜ。まずいとか言うんだもんよ。とりあえずバレンシュタインさんのことを教えてください。そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて趣味とか好きな食べ物とか。男が二人だけになっちまったからな、さすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよ。当たり前だろ、元将軍だぜ。刀を抜いて戦え、この弱味噌が。鬼の気配がするぜ。霊を削減することをお約束します。霊っていうのは二酸化炭素的なあれですから。ええ、まあそんなニュアンスの存在っていうか。ああ、名前のままなんだな。俺は神田空だ。千尋先生に頼まれて迎えに来たんだけど。ああ、いじりか。おはよう。朝食か。太陽ってさ、前から黒かったっけ。それは本気で言ってんのか。今行くからサギリ、飯持ってきたぞ。飯ここに置いとくからちゃんと食えよ。なんだこいつは。まさかこいつ犬か。助けろ、場合によっては懐いてやらんこともにゃいぞ。だから3分間僕を撫で放題、肉球だって触っていたいないね。